アジズ・ウハディは、モロッコラバト・サレケニト・ラ地方出身の、陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルの10秒09、200メートルの20秒50など、複数種目のモロッコ記録保持者。2012年イスタンブール世界室内選手権、男子60メートルのファイナリスト、2011年、テグ世界選手権、男子100メートルのセミファイナリストである。 2009年10月のフランス語圏競技大会男子100メートル決勝で10秒31をマークし、ベンユス不明手に次ぐ2位に入り銀メダルを獲得した。2011年8月のテグ世界選手権、男子100メートル予選を10秒42の組3着で突破して、初のセミファイナリストとなった。準決勝は10秒45の組7着で敗退したが、これは、 モロッコ勢の最高成績となっている。2012年3月のイスタンブール世界室内選手権男子60メートルに出場すると予選は6秒91の組4着に入りタイムで拾われての準決勝進出となったが準決勝では6秒68のモロッコ記録を樹立し組2着に入り着順での決勝進出を果たした。これは シニアの世界大会の短距離種目におけるモロッコ勢初のファイナリストという快挙だった。決勝は6秒72で8位に終わった。2017年4月17日にドーピング違反を犯し、同年5月20日から2021年5月19日まで4年間の資格停止処分を受けた。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。欄の記録は 当時のもの、ありがとうございます。